ゼミの発表です。坂本ゼミお願いします。もういいよ。うん、言っていいよ。もう今から坂本ゼミの発表始めます。坂本ゼミは富士登山と箱根駅伝の山登り、そしてバンジーをやってきました。それらを通してのことを映像にまとめたので、まずその映像を見てください。富士山について語ろう。やっぱりね、あれだよね、自分の人生の道のりみたいだよね。一歩ずつ踏み上がって、辛くても苦しくても自分の足で、自分のリズムで上がってくこれがとても勉強になるね、富士山。ちょっと6合目から急になりすぎっす。テンション上げてこいよ。今日の宿舎です。ありがとうございます。行こうぜ行こうぜ。あ、おはよう。いけそう。結構きて寝れてないから。イエーイ、頂上。イエーイイエーイ、着いた。まあね、正直しんどい。でも、こいつの仲間に登ってこったのは成果であるけど、8号目で1人脱落者出た。それはこのチームとしての力が足りなかった。そこでスピード落としてでも2年登るべきだったんじゃないかと俺は思ってるけど、まあもうここまで来たから、最後はご来光を楽しみたいと思います。はい、ありがとうございました。綺麗だったね。登った甲斐があるよ。いや、日の出最高だったよ。きつかったけどね、やっぱ日本一だね。最高、キツナが登ってきた甲斐があったなってすごい思います。まあ確かにこういうところで見るのはいい感じですね。死生活で味わえない達成感があったからいいんじゃないでしょうか。
行きましょう。4、5、4、3、2、1、バイバイ。いや、怖え、これやべえわ。めちゃくちゃ怖え。一発でやりました。思いっきり押して、硬い絡み合わせって。あー、どこでやるんですか。なる頭がすっきりしてるわ。大丈夫、もう一回出す。麻薬だ、麻薬、薬臭靴。なんとなく。変わんねえやつだ。実際変わんなくても体を感じてるから変わんねえ。山舐めてました。だいぶしんどいっす。質疑応答に移りたいと思います。なんか質問ある人いらっしゃいますか。HTV ってます。あ、YouTube の名前です。YouTuber。川先生。バンジー全員やらなかったのはなぜですか。あ、は予算の問題です。ちょっと坂本先生持ちだったんで。
予算の問題。それとあと結構例えばまあ、これあんま質問じゃないんですけど山登るにしてもこう長い距離をこう移動するにしても例えば、さっきのバンジーもそうなんですけどこう宗教的な儀式とか成人を迎えた成人男子のこうなんていうのかなバンジージャンプはもともとある部族のこう二十歳のなんかあれをやってるんですよねつまり儀礼的なものがああいうレジャーとしてこう使われるようになってで、まあ、あの人間力がどうのっていうことを言った時に例えば具体的な例として富士山の頂上って神社ありますよねみんなお参りしましたお参りしたよねしました全員しましたおめでとうございます以上です、はい、富士山の上の方で売ってる水っていくらでした水が紙コップ1杯500円ぐらいで ペットボトル1本じゃないですか親子のペットボトル1本が500円だと思う嘘言ってる一緒一緒、紙コップ、紙コップもだよ紙コップも一緒です紙コップはい登山してるのが一番きつかったのは膝が疲れるとか、息がしんどいとか何が一番しんどいは、下山が一番しんどいです下山で膝に来ると思う膝壊れます他に質問ある方いらっしゃいますか。じゃあ以上で発表を終わりにします。坂本ゼミありがとうございました。いやーめちゃやばいっすもうこれ超怖え加藤駅一発でやりましたどこでやるんですか。
あれ頭がすっきりしてる。あれマジで分かった。麻薬じゃ麻薬麻薬生活20年何度富士山について語ろう。やっぱりね、あれだよね、自分の人生の道のりみたいだよね。一歩ずつ一歩ずつ踏み上がって、辛くても苦しくても自分の足で自分のリズムで上がっていく。これがとても勉強になるね、富士山。ちょっと6号目から急になり急になりすぎっす。テンション上げてこいよ。今日の宿舎です。あー、お疲れ様です。ありがとうございます。行こうぜ行こうぜ。あ、かまおはよう。いけそういけそういけそう。結構きて寝れてないから。もう今から坂本ゼミの発表始めます。坂本ゼミは富士登山と箱根駅伝の山登り、そしてバンジーをやってきました。それらを通してのことを映像にまとめたので、まずその映像を見てください。
っと富士山について語ろう。やっぱりね、あれだよね、自分の人生の道のりみたいだよね。一歩ずつ一歩ずつ踏み上がって、辛くても苦しくても自分の足で自分のリズムで上がってくる。これがとても勉強になるね、富士山。ちょっと6合目から急になりすぎっす。上げてこいよ。